最初の話題です。中野区の酒井直人区長は11日の区議会定例会で老朽化している中野サンプラザについて、新たな中野のランドマークをどのように作っていくか議論していきたいと述べ、解体して建て替える考えを示しました。開館から45年を迎える中野サンプラザは、JR 中野駅周辺エリアの再整備計画の一環として建て替え計画が進んでいました。しかし、中野を象徴するランドマークとして区民に親しまれている中野サンプラザの建て替えについては、反対意見も数多く上がっていました。6月の区長選挙では、酒井区長が構想の凍結と再検証を表明し、初当選。その後の動向が注目されていましたが、酒井区長は11日の区議会定例会で、現在の建物を改修して15年存続させた場合、約32億の経費がかかるとの試算を示し、存続は経営的に非常に厳しいと述べました。その上で、新たな施設については、記憶、形、名前の3つの DNA をしっかりと引き継いでいくと語り、計画通り解体し建て替える方針を明らかにしました。